はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。トルコリーラインのテクニカル分析を3分で解説します。10月17日までの週間見通しとなります。まずは結論から。はい、週足ボリンジャーバンド、一目金好評、下落トレンド進行中、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、週足ベースは上値の重い展開と考えております。はい、続きまして、日足です、ボリンジャーバンド、下落トレンド進行中、一目金好表トレンドです。ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、日足ベースは下目線と考えております。それでは、テクニカル分析とサポート、レジスタンスをご紹介します。 何 はい。まずは、週足ボリンジャー・バンド。トレンドの方向性を示さ。赤い点線21周移動平均線下落しております。週足ボリンジャー・バンド下落トレンド進行中です。週足ストキャスティックス、売りシグナルが点灯しております。はい。週足の一目均衡表も下落トレンドの形状をしております。はい。続きまして、日足のボリンジャー・バンド。センターライン21日移動平均線下落傾向を示しております。はい。日足のボリンジャー・バンドも下落トレンド進行中。日足のストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということです 最後、冷やしの一目均衡表です。ローソク足雲の位置関係から明確なトレンドは出ておりません、はい。それでは10月17日までのサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは5.20レベル、5 2万レベルと考えております。はい、続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは5 4万レベル、5.40レベルと考えております。 はい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10とット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大100万円合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまた YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、そういうことでトルコリラ園10月17日までの予想レンジです5.2万レベルか5.4万レベル5.2万レベルか5.4万レベルということですはいポイントですゲラクトレンド進行中上値の重い展開かということではい、週足ボリンジャーバンド一目均衡今日冷やしのボリンジャーバンドゲラクトレンド進行中週足冷やしのストキャスティックス売りシグナルが点灯ということでトルコリラ園10月17日までの見通しチャート形状的には上値の重い展開と考えております コリラ円10月17日までの見通しチャート形状的には上値の重い展開と考えておりますはい続きましていた情報ということで外貨ネクストネオのお客様のいた情報ですまずは売り注文からなんですけども、はい、5.405.505.605.70ですね売り注文たまっております はい、ストップ注文、目星レベルのストップ注文はないようです。続きまして、買い注文なんですけど、5.20、5.10、はい、5円ちょうど、かなりのボリュームの買い注文、たまっております。ストップ注文につきましては5.20、5.10、5円ちょうど、4.90、4.80、はいえー、ストップ注文、見て取れます。お取り寄せされる際には十分ご注意ください。最後にグッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。